そして、今回はね、ディレクターパイプのぐらつきがやっぱりすごく気になったので、ここに板をかませました。で、板もNボックスはネジとかで止められないので、これはですね、板をこんな感じで突っ張ってます。突っ張り棒で突っ張ってます、両方。ちょっとこれでやってみようかなと思います。みなさん、こんにちは、のこです。ご視聴ありがとうございます。最近土曜日の楽しみが朝から車の DIY をすることなんですけど、この日は天井収納とテーブルを作っています。皆さんにも共有したいと思います。天井はこんな感じで設置します。以前作ったテーブルはエレクターパイプを土台に作ったのですが、荷台の段差でぐらつきが生じてしまい、最初は床をフラットにすることを試しました。この方法ですと、4人掛けにシートアレンジをするときに床板が干渉してシートを起こすことが困難なため、荷台の両サイドに板を立て突っ張り棒で固定しました。かなり画伯的な絵なんですけど、イメージはこんな感じです。両サイドの板に天板を乗せて完成です。次に天板をよりコンパクトにするためにセパレート式の天板を試しました。できるだけ加工せずにする方法を考えて、あらかじめ溝に差し込むフローリング用の板を高難で購入しました。これも悪くないのですが、板の厚みを考えると耐荷重が期待できません。愛犬と一緒に乗った時の安全性も考えて、天板は 90×30 の天板にしました。支柱となっているサイドの板に乗せた時の滑り止め用に L 字アングルを4箇所に取り付けます。車体の傷防止に接触箇所には滑り止めシートを貼ります。支柱の内側にはリメイクシートでコーディネートしました。天板を乗せるとこんな感じです。天板にヤスリをかけて水性ニスを塗ります。ニスを乾かしている間に天井収納を設置します。この方法は愛犬と楽しくお出かけチャンネルさんを参考にさせていただきました。アシストクリップを利用して突っ張り棒とワイヤーネットで作る簡単な天井収納なんですが、この方法は何度もやり直しました。私の社内 DIY は現状回復が容易にできるコンセプトなので、アシストグリップは外さず結束バンドで突っ張り棒を取り付けます。収納力をアップさせるためにワイヤーネットの両端を
折り曲げます。アシストグリップに取り付けた突っ張り棒に結束バンドでワイヤーネットを固定します。最後に2枚のワイヤーネットの重なる部分を結束バンドで固定して出来上がりです。完成したら天井収納がこんな感じで、フラランとかあとサンシェールとかが載ってます。これは目隠し用で、こんな置いとくと邪魔なんだけどっていうものを置けたりとか、ちょっとあの殺風景だったので、ここにフェイクグリーンとオールライトを吊るしました。夜のライトアップはこんな感じです。Oh.